開始です。本日の動画サムネタイトルの通りでございますが、ね、おやつを食べながら、大会ですね、埼玉大会の結果を振り返っていきたいと思います。はい、前回ですね、ちょっとこう、だらだら喋りすぎてしまいまして、海鮮丼食べてたら終わったという形で、その2でございます。前回のその1の動画もぜひ概要欄からチェックしていただきたいんですが、まあそちらの方では僕が埼玉大会出た目的だとか、全体に対してのことを話しております。で、この動画に関しては、実際のこの写真もですね、使っていきまして、まあ動画自分自身もこう見ながら、ミドルクラスのトップ6。について話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、このね、減量中飲めなかったモンスターを飲みまして、だとこのね、カロリーメイトのこの新しい味のバニラ気になってたので、ちょっと後で食べたいと思います。まず食べるのは、プリン。僕ね、濃厚なの滑らかプリンとかもすごい好きなんですけど、あのね、安い感じの中、プッチンプリンみたいな、好きなんですよ。なんで滑らかっていう、あ、もう滑らかプリンだ滑らかって書いてあるの、まあ滑らかプリンも好きなんですよ。で、これ、ね、プッチンプリンみたいなこうペッとした感じの安い感じのが好きってこう語ろうとしてたんですけど、まさかの、こいつの名前は滑らからしいっすね。ちょっとちょいちょいね、天然発揮するんで、僕いただきます。あ、これ全然滑らかじゃないっす、こいつ。これはね、ミスってますね、パッケージ。うん。普通のプッチンプリンみたいな感じの。他でね、安い感じのプリンが僕結構好きなんですよ。まあ、なんかね、こう、あとは、ミニストップの、プリンパフェとかの、濃厚なやつも好きです。っていう感じでちょっとね、もう話が長くなっちゃうんで、早速見ていきたいんですけど、今話した通り、このトップ6を一緒に見ていきましょう。ファーストゴールね。この、呼ばれましたと。はい。はい。呼ばれた6人。こちらです。ポンと。はい、この6人をね、ちょっと一緒に見ていきたいと思いますが、はい、端からね、見ていきましょう。順位で言うと、最終的な順位は、この青いパンツですね。左から2番目の僕が5位。で、その隣の、これね、モデルさんとおっしゃってましたね。身長高い方ですね。こちらの方が4位。で、3位が一番右の方。で、2位が僕の隣の選手。で、1位が黒いパンツの浜上選手っていうような感じでございます。6位の選手、このピンク色の選手は、同時開催のベストボディジャパンで準グランプリを取られてた選手なので、まあそっちの方でね、評価されてるので、ベスボで評価されて、まあやっぱモデルだとちょっとでかいかなと僕は思ってたので、まあ妥当な、順位な感じかなと思いました。はい。ということで、まあ改めてこう見ていきたいんですが、両端の選手と、あとは、右から2番目のベスボで準グランプリを取った選手に関しては申し訳ないんですが、僕、こう、存じ上げてなかった選手でございます。ただね、こう、やっぱ、一番左の選手に関しては、まあ、モデルさんということで、見せ方もすごい綺麗で、こうね、体のね、ラインもカットもすごい綺麗だったので、この方は、まあ、絡んでくるだろうな、というふうに思ってたので、やっぱさすがだなと思いました。で、僕から、右に1、2、浜上さんと真ん中の選手と僕という感じで、この3人は、全員ですね、去年の日本大会のトップ10以上の選手でございます。はい。なので、やっぱりこう妥当かなっていう
感じでしたね。非常に、やっぱり体のバランスだとかが、まあ、トップ10に入ってるだけあるなっていう感じでしたね。まあこう見ていただくと、全体的に僕を除いて、絞りがしっかりしている。真ん中にいるのはしっかり絞れていて、ザ・モデルジャパンという体型の選手がワン・ツー、2人。そしてあとは若干こうボリュームのある、ベスモで準グラを取った選手、ピンクのパンツの方。そして僕はボリュームっていうのはただのおデブちゃんが僕で、あとはその両端に似たような、骨格の、まあ、身長高めの方、180超えてる、186って言ってたかな、僕の隣の選手めちゃめちゃイケメンでした。で、隣の両サイドの選手、ちょっと細長の選手っていうような感じでこう割り振られて、で、その後のセカンドホール、ファーストホールの後の次、まあ僕弾かれたんですよ。僕がこう弾かれて、あとはピンク色のパンツの選手が弾かれてると。なんでちょっとこう、ボリュームが残ってた、僕と、そのピンク色のジュングラを取った選手は、まあちょうどそこで下げられて、あとは本当に細身の選手の戦いになったっていうような感じですね。なんでやっぱりこう、本当に、モデルジャパンで感じたのは、とにかくしっかり絞れている選手、ここがね圧倒的に大事でございます。あとは、まあ、肩がデコボコしすぎていない、厚みもこうね横に広くないとか、ここのね胸とこの背中の厚みもそうですし、うん、そのあたりはやっぱり意識してほしいかなと思います。こうやって改めて僕自身の体を見た時にも、やっぱりこうちょっとむっちり感がすごいですからね。可愛いですね、このむっちり感。これで自信満々ですからね、こいつやべえよ。はい、ということでね、まあ初戦はこんな感じでございましたけども、皆さんこの僕をね目に焼き付けといてください。焼き付けといてください。僕自身もこれをね見て、やべえなこいつって言います。ちゃんと自覚してるんで、1ヶ月後、こっからね、あと3キロぐらい落としたいなと思ってます。今が、こう大会当日が58キロだったんですよ。58.1 キロ。で、あと1ヶ月で、まあ最低2キロ、まあ自力で落として、あと水分抜いて、もう1キロ、3ぐらいはいけたらなと思ってるので、まあ今ね、こうやってちょっと食べてますけども、まあこの辺でね、終わりにして、次に向けてね、再スタートをしたいと思いますので、応援よろしくお願いいたしますと。ということで、ちょっと喋ってるとね、また結局、大食いできねえ。あれだね、もう食べるのに専念して、じゅんさんみたいな感じで、当てでこすればいいんだね。そうすればよかった。ただ食べて。人間同時進行はきついっすね。っていう感じですかね。いやでもやっぱね、こうシーズン始まると楽しいね。大会ってマジで楽しい。知り合いの選手にいっぱい会えたりとか、また新しい出会いがあったりとか、あと大会でね、僕の動画見てますって言ってくださる方とか、やっぱ嬉しいですね。まあ僕の、大会初めて出るから僕の動画見てポージング練習してましたっていう方も本当5、6人ぐらいお声掛けいただいて、少しでもね、誰かの、力になれてるって考えたら非常に嬉しかったです。ちょっと最後に食べましょう。カロリーメイトのバニラ味、気になってたんですよね。いただきたいと思います。バニラなのこれ、なんかポテチみたいな匂いするんです。え、ポテチみたいな匂いする。2回目、いただきます。
バッ、バッ、バニラか。ちょっとね、よくわかんない。皆さん、カロリーメイト何味好きですか？僕ね、メープルと、あとフルーツが好きです。バニラはなんかそんな、なんかバニラ感あんま感じなかったっす。よーし、ということで、結局、こいつも開けらんなかったし、これもちょっと食べらんなかったですけど、喋って終わりの、サムネ釣り動画になっちゃいましたが、申し訳ございません。はい。まあ、改めてね、こう振り返った通り、やっぱりこう、モデルジャパンっていうのはしっかり絞れていて、まあ、細身で腹筋が割れているかっこいい体っていうのが、まあ、どの時代もね、やっぱりこう、審査基準としてありますので、まあ、そこをね、目指して、僕もね、もっといい体をね、作りたいと思ってますので、応援いただければと思います。で、1ヶ月後、5月29日、関東大会、絶対優勝します。では、次回の動画でお会いしましょう。サムネ釣りすみませんでした。バイバイ。